はいえー、とーじゃあちょっと、岩ちゃんを見守ってあげて,てください、まりちゃんのことね。で、皆さんいいですか、はい、あのー、で、岩ちゃんを見守ってて、まりちゃんは黙々と作業しててください。で、この瞬間ですよ、皆さん、探索してますね。探索してない報告的な置き方っていうのは、パッと置いて、以上終了。ね、今、こう、ほら、動いたでしょ、これは探索ですよ、自分の中、ずっと掘ってる。ね、で、うん、ね、面白いねで今えっとちょっと 話の流れが、えっと、理解できない人がいるかもしれないからちょっとだけ補足で解説しておきます。えー、行きたくないとで。行きたくないっていうのは脳内で自分でイメージを持ってるからですね。であの行くとするとこういうことが起こるんじゃないかと。でどういうことかって言ったらもしかしたらねあんまり会いたくない人に会うかもしれない。まあ、なんか同級生ある種の同級生だったりそれから、えー、先生だったりねあのみたいなもの何か会うかもしれないと。で で,その時にでも、めいゴちゃんのことを考えると行、まあ、ってあげたいし行くんだったら気持ちよく行ってあげたいと、まあ、こう思っている自分がいるんだけどでも気が進まないってことは自分の中に二人いるんですよそうでしょでそういうロジックですよ。であのだからなんか、めいゴちゃんがいて行ってあげたい自分でもこういうことを考えるともしかしたらそれ以外にも何かあるかもしれないけど行きたくないなと思ってしまう自分がいてその自分は多分小学校の時の自分なわけです。だだっって小学校の時が嫌た でなんかその自分が何か行きたくないよーって自分の中で言ってる感じですねイメージとしてはね行くのやめようよーって嫌だよーってでそのね大人だからなんかそんなことを認めたくもないし今更さら言うのも変だという頭もあるしだから普通はそういう自分のことを押し込めて笑顔で行こうとするこれが全体論でない立場なんですで全体論というのはいやその子に何か話を聞いてみようと きっとその子も何かを伝えてくれようとしてるはずだしその子の話を聞いて理解したらその子も協力してくれるんじゃなかろうかとかその方がよりいい人生になるんじゃなかろうかっていうのが全体論的ポジションということです。つながりましたかね。はい、で、えー、なのであのこんなことを提案してみたっていうことね。これをまりちゃんの椅子を1つにするよりも言ってあげたいまりちゃんとねいや嫌だよって言ってるまりちゃんと2つ出すと言ってあげたい気持ちにもちゃんとつながれるしでも嫌だよって言ってる気持ちも大切にできると。 ねうんね、うん。っていうのがここまでの流れで、えっと、エピソードと登場人物を出しましょうっていう時にだから登場人物は外側にいる登場人物以外に自分の中のもう一人の自分みたいな人もいます。だからあのスティーブン・ンギリガンといいうその人が、えっと、いなく いないことにされていいいるととかねい、ないことにされそうな自分っていうのに椅子をあげましょうっていうのはすごく全体論的なあの発想であるっていうことです。でやっぱりその子に居場所を与えてる居場所と出番の居場所ですよね。でもうアドラーは積極的に出番も与えたがってる。なんか役に立ちたくて出てきてんでしょとか危険を察知して出てきたんでしょだから聞かせてって。だってあれだよねなんかさこれね別々の人間だと思ってなんか行こうとした時にねちっちゃい子供が出てきてですよ座敷わらしみたいな子が出てきてね。で行かない方がいいよって言ったら。 ちょっと最初びっくりするかもしれないけど何かのお告げかなとか何か意味があるのかなと思うじゃないそういう感じよそういうふうに捉えてちょっとお話聞かせてってそうすると何か大切なことを教えてくれるで分かったそれを踏まえていくねとかあ分かったじゃあ今度別の形でいこうかとかってなるともうおとなしくなってくれるとか協力してくれるっていう感じです。じゃあ,あのまずね オーソドックスなやり方ね。こう置いてもらったら自分の椅子に座ってもらいます。で、えっ、ー、とこの場合自分の椅子が二つあるから自分の椅子まず両方座ってみて、うん、あの自分のその椅子の関係がいい感じかとかそれからあとそこから見てみて他の人の感じがいい感じかちょっとしてみます。自分の椅子はどれとどれですか？自分の椅子はこれですね。うん、これとあとこれ、うん。これね、そうですね。はい。まあい行ってまあこれはめっこあいいですよいいですよはい。はい、座ってみてくださいまず。うん、でこうやって説明が始まっちゃうと私はすぐ。 あの体験に入ってもらって、探索の方に、常に、常に戻してみます。いいですか、そんな距離感で大丈夫ですか。はい、はい、じゃ、もう一個の椅子座ってみてください。はい、これでどんどんリードもできるっていうことです。はいうん、あ、まだ大丈夫ですよ、ええ、じゃ、はい、で。これはで、そう、<ー>もう一人、ね、小学校の時に。うん、あ、そうね。小学校の自分っていうか、今の自分か。うん、だから、子供の時の自分は。うん いいいよこの場面にいるはずです。ちょっとあそこですねあそこにいる、うんうん、そこの場所にいつ動かしてください。うん、じゃあやりましょうか,しますか、うん、あなんか不思議なことになってきましたね。ちょっと、まあ、様子見ましょう。触らないこれはクライアントの脳,脳の手術してると思ってください。絶対に触れない。これは脳の中身が今ここに見える化してるわけですから動かす脳をいじることになります。本人が何か認知が変わったときに勝手に動く。 はい,い、それも必要だから、ね、触らない。うん。ああね、そう。ああ、ね。こういうふうに今、探索によって、気づきが出てきてるっていうことです。ううん、でそうだよね、そうすると、その椅子がどうなるかが気になるんだよね。まあ、でも、ちょっと、今、様子見てます。はいえー、うん。もう一回説明してください。この椅子は、何ですか?これは。ええー、と、どんな私ですか?あうん。ああ、目が目が可愛くて、しょうがない、私ね。 はい、うん、いいですよ。はい、はい、この後ろの椅子は何ですか？行くなって言ってる大人。あ、行くなって言ってる大人の私と小学生の私はまた違う。違うあ、違うのね。あ、はい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 。じゃ、あそういうことで、あの椅子が見つれてきたということです。オッケー、行くなって言ったら、私も、なんか小学校の時の私もいます。で、実は小学校の時の私は過去の私じゃないかと思いますけど。皆さん、本当に自分の中にもいない子供の時の自分って。 でなんか子供の時泣き虫だった自分とか怒ってた自分とか元気だった自分とかふざけてる自分とか子供の時辛いことがあってでなんかそれに似たようなことがあると恐怖でわーってなったりとかパニックになったりするいるんですよみんな自分の中にいくつもの自分がでだから子供の中の自分子供の時の自分も別に過去の場面にいるとは限らなくてこの場面でも出てくることがあるっていうことね、うん、そう思うといろいろクリエイティブになりますよなんか なに、今何が起こってます。え、そうですね、あそこにいるのが、過去のは、ち、子供の時の私なんですよね。で、ここにいるのが、えっと。多分、父兄になってる人。じゃないな。えっと、小学校の同級生。とか先生。とかも、学校全部ですね。うん。うん。 あーってねうん、でここの自分はああって言ってますここの自分はめイこちゃん大好きな自分だったらちょっとこの自分にまずなってくださいねでこういうふうに分離していかないとせっかく打ち分けたのにぐしゃぐしゃになりますからこのああって言ってるのはここの自分じゃない可能性ありますよねでここの自分はもうこれだけねここだけをこうクリッピングするというかここだけをちゃんと抽出するわけでねであのポジションチェンジをする時のコツはとにかく混ぜない自分と相手を混ぜない自分と他の自分を混ぜない。 なるべくクリアに単色でそれだけやってもらうってことこ普段はこの自分とあの自分とその自分とまあ他の自分ぐちゃぐちゃになってるわけでそれを分ける分離するでだからそれぞれの気持ちにつながれるでそれぞれから意見をちゃんと聞けるじゃないと誰の意見か分かんないしぐちゃぐちゃになるいいでこの人の目的この人の目的この人の目的でそれがどうやって組み合わさるかどうやって協力し合えるかどうやったら三者が納得するか。 っていうことを見つけていくということです。はい、じゃあ、ここはだから。めいが大好きな自分ね。はい。じゃあ、ちょっとね、ここのめいごさんのこと見てもらって。うん、であの、あ、こちらに座りましょうかね。はい。で、そうです。はい、で。ポジションチェンジのコツ。その二、えー。ポジションチェンジをするときはいいですか。あの。 ここにいるののはその人であるととめっっちゃ思い込むってことですでどういうことかって言ったらここにいるのはいいですかなんか悩んでるマリちゃんではなくてめっ子大好き純度100のマリちゃんですで今表情が変わりましたマリちゃんの皆さん気が付いてますかででねだからある程度自分も見えるとこにいた方がいいですよもうちょっと前に出た方がいいですよねでそう,で、ね、でそう周辺視野でしっかり捉えるねで「めっこ大好き」だから「ねえ!」 ってか運動会ねどんな気持ちで、ね、いるんだろうとかどんな表情ですかってめいっ子大好きなおばさんに話しかける、ね、おばさんって別にまりちゃんがおばさんかもういい <laughs> 分かるねはいあのまりさんはお姉ちゃんですあのお姉ちゃんだけどこの場合はシチュエーション上おばさんですはいあのうるさいって話だねでもう違うこれも大切あこれもっていうかねあの要はこうやって ふざけることでここでステートが普通にナチュラルに上がるじゃないですかでだってここは楽しいポジションだからでだからこういう楽しいポジションとかね愛のあるポジションとかそういうとこだったらこうやって明るいエネルギーを入れるねでこういう俯瞰する時もなるべく明るい感じでやりたいから、まあ、ふざけられる人はふざけるね。 その時にあのあれですよ淡路島のパワーが炸裂する、ね <laughs> あのね、そういう時に使うってことでこのエネルギーは、ねはい。で、あっちに行ったり、あっちに行ったりするときは、まあ、ふざけてるとふざけんなってそういう話じゃねえんだってなる可能性があるから、で実はですよ、だから、イワちゃんね、もう今からですよ、ここには小学校の時のなんかマリちゃんがいると思ってるんですよ。 そんなにニコニコ楽しい感じじゃ多分ないもんね。そういう子が来て、だから、あの、えっと、病院にですよ、そういう子がなんか来て、あんまり喋らなくって,ってでも、そういう子に話しかけるみたいに、ここに来たまりちゃんには話しかけるんですよ。さっきセッション見てた人からね、あの、ヒロさんのセッション見てた人から、あの、私がね、ヒロさんが子供のポジションに入ったら、子供に話しかけるみたいに話しかけてくのると。どうしてお父さん大好きなのとか、お父さんどんな子が好きなのって、ほら、お父さん教えてあげてって、子供がいるみたいに話しますよね。で、別にヒロさんには言わないよね。 ねえねえどうしてお子さん好きなの教えてあげてって言わないよね。ヒロさんってほらお子さん見てみてくださいってどう,どうなって声あるでしょでもお子さんのポジションに話しかける時はそうなの。でだからその気になるんですよ。こっちがその気だから。もういつもこれ。相手にその気になってもらいたかったらこっちがその気になるってことです。 NLP の人とかはあの対人関係のことだけはポジションチェンジって言うけど私からしたら視点変えたら全部ポジションチェンジでまとめて言っちゃってますからだから未来の自分になる未来の自分のポジションに入ったらもうそこに未来の全然違うその人がいるって思い込んで話すのよだから本人がその気になるだから一番よくないのは未来なただってどんなこと考えてるんですかねとかってやったら現在の自分が答えるに決まってるじゃないですかだから臨場しないねここでは何が起きてますかさっき言ってた人見てくださいよって何してますあの部下は ねすごいですねってどうしてこうなったんだろうねってそこにいるその人に話すから未来の気持ちになって答えようとするっていうことですねでこっち側だから誰に話しかけてるのかをとにかくうやむやにしないでここはおばあのねおばさまねあのこのねかわいい女の子のおばさまでございます、はい、ではえわ、ー、ちゃんはあのその気持ちであのめいっ子大好きなまりちゃんにう、えー、どんなって聞いてあげてくださいはいどうぞまりちゃんはい、はい あ、それで最高です。ちゃんがいますよ。そうですね。あの、可愛いんですよね。可愛いですよね。なんか。この時の、え、え、でもいいんですよ。あの。運動会なんか楽しみにしてるんじゃないかな。で、どうだろうって投げてみたらいいね。どうですかって。そうそう、ナイス。そうですね。あの。ね、来てほしいと、あの。うちの戸棚に。 運動会来る人と紙貼っちゃう。<laughs> <laughs> かわいい。かなの運動会に来てくれる人って名前。<laughs> <laughs> そこにマリちゃんいるんでしょ。ねでもちょっとねそれ見た時におばあちゃんとかんまあ,<ん>ま,あまあお姉ちゃんとか名前書いてて。あ私ちょっとね確定が止まっちゃったんですよ、ね。あはいね、うん、ここにマリちゃんの名前があるんでしょう投げたらこうなりましたとでこういうところから学習するってことです。<ー>あのここはねあの止まっちゃった話が聞きたいわけじゃないわけ。 ですだもんね「あらかわいいね」ってね「あのどんな様子だ本当」ってね「あのどんな風に声かけてあげたい?」とか「ねねあのねどんな風に最後の運動会楽しめたらいいのかな?」とか「ねなんか運動会終わった時にどんな風に声かけてくれたらまりちゃん嬉しいですか?」とかって聞くから純粋にここがやれるっていうことです。ねあの こここういういいいととろろろにコツがあるってことですよで。でもこれがあるから行きたいんだの気持ちとかでねなんて声かけてあげたいからなんて応援してみたいとかねでなんかどんな体験してほしいってやりながらそれはどうしてってこうやるそうするとそこに価値観が出てくるね孫にこんなあ孫じゃない名子さんにこんな体験してもらいたいとかであ本当ってそうしたらどんな中学高校生活とかにつながっていくのかなとかねどんなふうに成長していってほしいってこうやると。 この子にどう関わりたいかが出てくるんですよ「あーでなんで自分が感じたらなんて素敵なおばさんなんだろうね」とかやってで,でこっち側にポジションチェンジして「あこんなふうにねまりちゃんが思ってくれてるよ」って「どう?」ってね嬉しいねって「まりちゃんになんて言いたい?」ってこうやってみる。で「なあすなね関係ですね」っていうイメージでこう関わっていくだから「行きたい」っていう気持ちもちゃんと大切にされる。 それをごしゃごしゃにしたら、結局またどうにもならなくなっちゃう。でも、クライアントの中では常にごしゃごしゃになるから。だから、こっち側がリードするっていうことができるようになると、あのふざけなことはさばけるようになってくるっていうことです。じゃあ隣の人と感想ですよ。どうぞ。